よう、お嬢さん、ご機嫌だね。こんにちは、黒髪さん。ロンドンに行きたいんだけど、こっちでいいのかな？ええ、もうすぐですわ。私もロンドンへ行くんです。女王様の花婿様を迎えに。そいつはめでたいな。今歌ってた白い月ってのはどんな月なんだ？本物の月ですわ。まさか、本物の月なら、ほら、あそこに。それが手に入ったんですのよ。ちゃんと満ち欠けするんですもの。へえ、珍しい。ちょっと見せてくれよ。少しだけですわよ。いいもの見せてもらったよ。ありがとう。どういたしまして。それじゃあ私先を急ぎますので。まぬけな小妖精だ。この番組は 5PB とご覧のスポンサーの提供でお送りします。私の最愛の娘リディアがアシェンバート伯爵家の専属のフェアリードクターになって3ヶ月が過ぎた。それで青騎士伯爵のご先祖はどうなったんですか？美しい妖精女王のもとへ連れて行かれたそうです。伯爵は妖精女王と結婚を？いいえ、伯爵は魔法の呪文を知っておられました。それでどうにか解放されて人間界へ戻ってこられたとか。その呪文知ってるわ。さすがでございますね。一体どんな呪文なんだい？教えてよリディア。青騎士伯爵なら知ってるんじゃないの？トムキンス、舞踏会の招待客の追加リストだ。頼むよ。これで全てですか？おそらくね。ああ、それからリディア、君も招待客の一人だからね。舞踏会なんて私には無理よ。トムキンス、ダンスの教師はいつ来るって？そろそろですね。見てまいりましょう。ということだからリディア、問題はないよ。大丈夫、君と踊るのは僕だけだから。は？僕以外とは踊らないこと。いいね？どうしてよ。焼けるから。あなたにもお月様の呪文が聞けばいいのに。お月様の呪文？そうよ、しつこい妖精の求婚を断る呪文。満ち欠けを繰り返すあの月を送ってくださるならって言えばいいの。絶対に無理だから妖精たちは立ち去るのよ。僕ならどうにかして月を君に送ってみせるよ。そんなこと言うのは本命だけにしたら？本命だよ。いつでも目の前にいる女性がでしょ。
ところで君はそのお月様の呪文を唱えたことがあるわけだよね。誰を追い払ったの？妖精よ。先を越された気分だな。そこまで君に恋した男が僕の他にいるなんて。違うの。ちょっと変わり者の妖精で人間を手に入れてみたかっただけなのよ。恋とかじゃないの。他にはいるの？君を好きになった男。いるわけないでしょ。妖精とばかり親しくしてるって気味悪がられてたの。私が男の子から手紙をもらったのは一度きりよ。それも仲間内の罰ゲームで。男の子ってのは不器用なんだよ。悪ふざけの延長でしか好きな子に近づけなかったりする。何してるの？手を離して。でもね、君の周囲に不器用な男しかいなかったことを僕は感謝したいくらいだ。エドガー様、画商のスレイド氏から荷物が届いておりますが。綺麗。妖精女王ティタニアね。この子が君に見えるからどうしても手元に置きたくなってね。どこも似てないわよ。似てるよ。可愛らしくて神秘的で、この閉じた目を開いたら君と同じペリドットの瞳に違いない。麗しきティタニア。僕にとって君のイメージそのものだ。この画家は好んで妖精画を描くんだ。絵の中の君にならキスしても怒られない。やめて！どうした？そういうのやめてちょうだい。別にそんないやらしいことするつもりはないけど。そんなこと言ってないでしょ。キス以上のことを想像した。はい、アン・ル・トロワ。あ、お嬢様、そうじゃありません。右足を先に。ごめんなさい、レイブ。問題ありません。はいはい、少し休憩しましょうか。お飲み物をご用意します。先生はこちらへ。そんなに私ひどかった？ダンスというより狂気だな。すみません。あ、忘れてた。リディア、このお嬢さんが伯爵に用があるんだとさ。はじめまして、フェアリードクターさん。あなた、ノバラの。はい、マリーゴールドとお呼びください。青騎士伯爵様へ主人からお届け物をことづかってまいりました。どうかお取り次ぎくださいませ。ええ、でも彼は妖精の姿のままじゃ見えないと思うの。人の姿になれる？あまり得意ではないのですが。残念ながら大人の姿にはなれないのです。大人の姿じゃなくて正解。これならあのエドガーの前でも安全よ。いけない、ダンスの先生が来ちゃう。ニコ、案内してあげてくれる？しょうがねえな。さあお嬢様、続きを練習しましょうか。まずはワルツのステップからね。はい、アンドゥトロ。やっと王騎士伯爵様をお迎えできるわ。女王様の花婿に。花婿？いえ、大丈夫です。覚えていろ、プリンスの犬め。レイブン、もういい。エドガー様。リディア、怪我はないかい？ええ。私のことをプリンスの犬と。プリンス？どういうこと？プリンスって？うん。旦那様、マリーゴールドと申す小さなお嬢様がお待ちです。伯爵様、お約束の品を主人からことづかってまいりました。以前に主人があなた様に結婚を申し込んだ際、所望されたものです。結婚？
あなたじゃなくて青騎士伯爵のご先祖。ああ、さっきのトムキンスの話か。つまりミス・マリーゴールド、君のご主人は妖精女王？はい、月の花の女王でございます。美人？それはもう乗り気になってどうするのよ。でも女王も君と同じような幼い姿？ちょっと浴場できないかな。もうあなた待ってて。マリーゴールド、女王との約束で伯爵は月を所望したはずよ。あなた月を持ってきたっていうの？はい、でもそれが盗まれてしまったんです。きっと気に入って主人との結婚を承諾してくださると信じていました。なのにこんな小石にすり替えられてしまって。きっとあいつが盗んだんです。あのひどい妖精が。このまま帰ったのでは女王様に叱られます。でも妖精に盗まれたのなら私たち人間が取り戻すのは無理よ。すぐには帰りにくいだろうから、しばらくここにいたらどうだい？リディア、妖精の客人なんて素敵じゃないか。何か力になってあげられるかもしれないし。そうね。月を受け取りさえしなければ、妖精界に連れて行かれることもないし。なあ、リディア、嫌な感じがするぞ。この石、苔が生えてるぜ。苔？水の中にあったってこと？まさかね。ようこそ、カールトン教授。リディアお嬢さん。伯爵、この度はお招きに預かりまして恐れ入ります。こんばんは、ロード・エドガー。ゆっくりと楽しんでいってくださいね。何、エドガー。この花をドレスの襟元に飾って。ようこそ、メイズフィールド公爵。花を飾れだなんて、このドレス飾り気が足りないってことかしら。お飲み物は？ありがとう。ねえレイブン、私のドレス変？わかりません。すみません、間違えました。とてもお綺麗です。そう言えってエドガーに？はい。少しも変じゃありませんよ。こういう舞踏会は初めての僕が言うのもなんですけど。私も初めてなんです。アシェンバート伯爵が気さくに誘ってくださったので来てみたんですけど、やっぱり場違いだったかなと心配しているところです。私もです。でもお嬢さん、あなたとても注目されていますよ。伯爵とダンスを約束されているんでしょ？その花、伯爵とお揃いだ。そういうんじゃないんです。ダンスが下手だから踊らなくて済むようにってことだと思います。ダンスが苦手？僕もですよ。踊れないものだから誘わなくても失礼に当たらないだろう。あなたに話しかけているわけです。あ、申し遅れました。僕はポール・ファーマン、駆け出しの画家なんです。もしかしてあのティタニアを描いた方？私、リディア・カールトンと言います。あの絵をご覧になったんですね。参ったな。ミス・カールトン、妖精はお好きですか？ええ、まあ。妖精は僕にとってはイマジネーションの源です。誰も見たことがないから自由に想像力を羽ばたかせられる。でも見たことのある人がいるから妖精の存在が人に知られているんじゃないかしら。そうですね。人には心の目があるから目には映らないものも見える。心の目、本当にそれだと思います。妖精を見るのに必要なのは。伯爵だ。やっぱり目立つな。ご婦人方は彼の順番待ちで気もそぞろみたいだ。エドが知らない人みたい。
踊ってみます。でも伯爵としか踊らないと決めているわけではないなら。じゃあバーマンさん、どうぞよろしく。ポールで結構ですよ。リディアさん、もう何なのニコ。奴が来たぞ。マリーゴールドの月を奪った妖精。え、ニコ、その妖精ってまさか。探したぞリディア。迎えに来たぞ。スコットランドへ帰ろうぜ。ケルピー、どうしてここが分かったの。お前の家のホブゴブリンが言ってた。ロンドンの青騎士伯爵にフェアリードクターとして雇われたから当分帰ってこないって。だから俺様が来てやったんじゃないか。ねえケルピー、私には仕事があるの。だから一人で帰ってちょうだい。なんでそんな格好してるんだ。これは舞踏会用のドレスよ。その膨らんだ服、中になんか入れてんのか。何すんのよ。相変わらず凶暴だな。あなたに言われたくないわよ。リディアさん、どうしました。こいつが青騎士伯爵か。お前こんな貧弱な男にこき使われてるのか。違うわ、この人は伯爵じゃないわよ。招待客じゃなさそうですが、知り合いなんですか。なんだ違うのか。邪魔すんな。それよりリディア、月を見つけたんだ。これでお前は俺のものだ。例の月だよ。バカ言わないで。お月様なら空にかかってるわよ。まあ見てみろよ、本当に満ち欠けする月なんだって。結構よ、本物のはずないもの。いいから受け取れ。いやよ、話して。いらないって言ってるでしょ。やめなさい君。邪魔だって言ってんだよ。彼女は嫌がってるじゃないか。うるせえ。嘘でしょ。おい、何しやがんだ。お前なんかに興味ないぞ、返せ。抜けない。ならその指噛みちぎってやる。え、ちょっとケルピー。一体何事だい。僕の大切な客を話してくれないか。お前が青騎士伯爵か。リディア、こちらは。俺様はな、悪魔も恐れる。ケルピー。ケインよ。で、ケイン君、僕に御用でも。リディアをスコットランドへ連れて帰る。おかしな服着せやがって。リディアは人形じゃない。ロンドンは今ザ・シーズンでね。僕がちゃんとエスコートするから、君は遠くで眺めていたまえ。なんだとこの。触るな。さすがは青騎士伯爵だ。とんでもないものを従者にしているな。水星馬の俺には陸地じゃ分が悪い。リディア、またな。ポール、怪我は。いえ、大丈夫です。すまなかったね、不愉快な思いをさせて。さてリディア、踊ろう。約束してただろう。エドはやっぱりやめた方が。ポールとは踊れても僕はダメなのか。そんなんじゃないわよ。あなたに恥をかかせちゃうかもしれないから。君が僕の恥になるはずないじゃないか。上手じゃないか。そんなはずないわよ、あなたのリードが上手だから。リディア、僕たちはこんな風にいつでもとても補い合える。そう思わないか。今度は何を企んでるの。
さっきの黒髪巻き毛、本物の妖精？そうよ。君にプロポーズしたやつか。フェアリードクターが珍しいから自分の近くに置いておきたいだけだわ。でも僕としては心穏やかじゃない。あなただって私に恋してるわけじゃないわ。どうしてそう思うんだ？だってそう思うもの。ミスター・ケインだったっけ。容姿端麗だが知性も品も財産も地位もない。大抵の女性なら僕を選ぶだろう。でも君はそういう種類の女の子じゃない。バカバカしいわ。そう、バカバカしいことだ。だけどそれが気になるのが恋じゃないかな。違うわ。いつもあなたは一番注目されていたいの。気がかりはそれだけじゃない。ポールはいかにも君が好みそうなタイプだ。どこか間が抜けていて、でも正直に生きていて、画家としての夢を追い求めている。勝手に決めないで。でもね、リディア、芸術家ってのは偏屈が多いんだよ。彼とは会ったばかりよ。そんなんじゃないの。それにエドが恋に落ちるかどうか条件じゃないと思うわ。知ってる。恋は理屈でするものじゃない。だから今僕はとても不安だ。僕の言葉を信用してくれないのは仕方ない。でも希望を持ってもいいだろう。もうやめましょう。私あなたと恋愛ゲームをするつもりないから。ゲーム？そうよ、ゲームよ。とにかくやめてほしいの。上辺だけの言葉は。気を悪くした。でも僕は。リディア、どうかした？なんでもないの。私飲み物もらってくるわ。ランナー様。トムキンス、未来の奥様に嫌われたかもしれない。大丈夫ですよ。奥様に嫌われているご主人はいくらでもおります。なるほど、勇気づけられる。赤い月の牢院。ふん、青騎士伯爵に仕えるスカーレットムーンね。メロの宝剣と偽青騎士伯爵の命をいただくんだそうだよ、トムキンス。どうやら僕は脅迫されてるらしい。光の中に見たその姿儚く眩しさに細めた目の前に恋の風瞳の中の この番組は 5PB とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。